さて、若狭地域では四市町が合同でゴミの処理を行う若狭広域クリーンセンターが4月にオープンします。これに向けて和田公民館では住民向けの説明会が開かれました。和田公民館講座として開かれた説明会には町民ら21人が参加しました。この日は高浜町役場の職員が説明に訪れ、若狭広域クリーンセンターの利用開始に伴う変更点を解説しました。若狭広域クリーンセンターは若狭地域の四市町で作る若狭広域行政事務組合が整備を進めてきたもので、高浜町水明に建設されました。4月からの大きな変更点としては、その他プラスチックごみを燃やすごみと同じ扱いにすることや、持ち込み料金が段階的に四市町一律になることなどが挙げられ、ごみ袋は従来のものが使用できます。またこれまでのごみ処理施設の運用は終了し、4月3日から若狭広域クリーンセンターへの持ち込みが始まります。細かな変更点は各市町が発行するごみの分別に関する資料やスマートフォンアプリごみサポなどから確認できるということです。